六本木アートナイト2015成功に、行われますこと、そして最後にもう一つ、夜が明けましたら統一地方選挙です、忘れずに投票所に足を運んでいただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。では続きまして、お忙しい中ご来場いただきましたご来賓の中より、中日オランダ王国特命全権大使ラーディング・ファン・フォレン・ホーベン様よりご挨拶を頂戴したいと思います。Vice Governor Akiyama, Mrs. Mori, ladies and gentlemen, congratulations on hosting the 6th edition of Roppongi Art Night. I'm very glad that like last year, the Netherlands is represented at this all-night festival which celebrates art and creativity. 南城館長、秋山東京都副知事、武井港副区長、森様、並びにご来場の皆様、まずは今回で第6回となるロポンギアートナイトのご開催、誠に、おめでとうございます。このオールナイトの祭典に昨年に引き続き我が国が参加できますことを心より嬉しく思います。 On a personal note, I can say that our embassy is located next to Roppongi and this beautiful area is part of our daily environment. It is fantastic to see this familiar part of this great city of Tokyo turned into a hub of creativity. We can safely conclude thatThe night is a source of creativity and of exchanges. さて、指示になりますが、オランダ大使館は六本木と隣接しておりまして、この素晴らしい場所は我々にとって日常風景の一部となっております。とはいえ、普段見慣れている大都市東京の一隅にクリエイティビティがこうして集結するよう見ますと、感動に至りません。想像と交流が生まれうずる時間帯、それはまさに夜と言っても過言ではありません。 The presentations have been realized thanks to the close cooperation between Amsterdam City and the organizing committee of Roppongi Art Night, the result of a cultural exchange between Amsterdam and Tokyo. We hope that this cultural bond will evolve into ties that cover all areas.今回のプレゼンテーションは、六本木アートナイト実行委員会様とアムステルダムシートの密接な協力のもと実現に至りました。いわばアムステルダムと東京の文化交流の賜物と言えましょう。The beautiful light objects by designers Tim van Kromvoort and Marleen Matas and work of the artist Steven van Lummel will show you the different faces of creativity from Amsterdam.And the night mayor of Amsterdam, Milik Milan, will introduce the concept of nightmare. The Institute of the Nightmare contributes to a safe and creative nightlife. 我が国のデザイナー、テン・ファン・クロンフォルトとマルイン・マータウスの手による美しい照明オブジェクトをステーフ・ファルモシーの作品からアムステルダムから発信されるクリエイティビティの新たな側面をご覧いただきます。またアムステルダムの夜の市長であるミリク・ミラン氏からは夜の市長についてのコンセプトをご紹介いたします。夜の市長という概念によってナイトライフはさらに安全で創造蘇生に満ち溢れるものとなるでしょう。 As you know, Japan and the Netherlands share a long and unique history. Many of the VOC ships heading for Japanset sail from Amsterdam and after the opening of Japan disembarked here in Tokyo Bay. Tapping into that long history of exchange, I am sure that the Amsterdam representation at Roppongi Art Night will inspire many visitors and many congratulations on this great initiative. Thank you very much. ご承知のとおり、日本とオランダは長きにわたって誇り利益を目に遭い特別な歴史を紡いできました。その昔、日本を目指して多くの東インド会社の船がアムステルダムの港を後にしました。また、日本の開国後は多くのオランダの船が東京湾に入港しました。
こうした長い間交流の歴史があるからこそ本店を、訪れる多くの皆様にアムステルダムからの出展作品から何かを感じ取っていただけるものと確信しております。ありがとうございました。この六本木アートナイトには100名以上のアーティストの皆様にご参加をいただいています。ここで会場にお越しいただいていますアーティストの皆様をご紹介しましょう。客席の後方にご注目いただきまして盛大な拍手でお迎えください。まず始めは広域プログラムアートコマスプロジェクトマッハロ。同じくアートコマスプロジェクトモンモン。同じくアートコマスプロジェクトバンプリスタウダマロラジズサウザー。続きまして春の明け方クラバサイレントナイト川村美希子とダンサーメンバー美希子さんはエレダンサーです。続きまして町中インスタレーションブルームランドブランド出店イブバンクロメホイールとマーレンマーレハウスティーバンクボーイエリーマリーマーヒュース。同じく町中インスタレーションタッティーの出店東恩納雄一雄一東恩納。同じく町中インスタレーション結びつく町を出店ジェイブーンスリタモモジェイブーンモモスリタ。同じく町中インスタレーション先生するドローインのボットを出店ヤッツーヤッツー。同じく町中インスタレーションハマットファンの出店岡田優香浜田ひろのず優香ファンひろかすかわな。同じく町中インスタレーションモーフィンキューブを出店山岡純一純一山岡。同じく町中インスタレーションリライトプロジェクトキックオフを出店リライトプロジェクトの宮島達夫菊池ひろこ長島りまこ勝ちの宮島ひまこ菊池ウィカゴマミシマ。同じく町中インスタレーション最高パブリックアート出店中崎ホール長井の手先。同じく町中インスタレーション佐藤出店曽根コーヒーコーヒー曽根。同じく町中インスタレーションワイヤーワンクリスタルシティゼロゼロツーの出店ウージーゾーン。ウージーゾーン。同じく町中インスタレーションハローワンクフェスタ東京の出店ファンスタジオのベンパーカーサンクルウォーターシップのクレアメリントンベンパーカーサンクルウェアラッツ。続きまして町中パフォーマンスダンストラックプロジェクトに出演鈴木幸男幸男鈴木。同じく